爆薬粉ね、もう聞いてわからんけど、どこにあるの ABCDEF。 ちょっとわからんな、あのもう聞いてわからないこれ。B がこれね、 B がこの B ね、どうなんだろうな、これやっぱりね、塩粉やな、塩粉やから B、 B は入れんのかな、 B 入れんのかね、ちょっと行ってみましょう。興奮でございました。こっちから入りました。前回はここ入ってないな、フロート回っただけで。おお、入れんのや。僕らもこれだけもいいな。ああ、なるほど。じゃあここ石室見れるのかな。はい、爆薬粉、おお見えるわね、これ爆薬粉ね、これ、これ石室のそこそこ大きいね、これ 55m の直径やから、そこそこ大きいですわこれ。で、横山式はね、高さ 2m、 幅 1.8m、 長さが 7m、 幅 3.3m。 おはら大きいわこれ。入れませんか。これは教育委員会に言うと入れていくなんか言うてたけどね。わ、真っ暗や。わあ、広いね。これじゃちょっと。無理やか。無理でんな。教育委員会行ったらね、再開してくれるらしい。ちょっと朝から今日は日曜日やし、入ってへんやな。大きいな、この石。この作りなら、どうやろう。やっぱ7世紀かね。いつやの、これ。いつですか。押坂の彦人。大江の王子。ということは、ビタテンの子は。もうビタテンですな。なるほど。孔子ね。それぐらいの感じやな。やっぱり538年、585年やから。そうやね、そのくらいは6世紀やわ。6世紀やからね。ということは天皇ではないから、まだ残ってるの、きれいにこれ残さんやからね。時間があったら中、あの入ったものやけどね。はい、そしたら、四大古墳の底絵師を見に行きましょう。ここに上がってなかったらあかんのかな。何回も、2回ぐらい来てるのに。ねえ、全然あかんわ。くるくる回っただけで。上に上がってないのね。はい、初めて見上がりました。2回、3回目で。まあ、この後ね、底絵師を取るとどうしてみたいんだけど。今日掃除してはるんでね、あの音がうるさいんですわ。